ナビでこちらに来た時に裏の方っていうか、そうそう、ね、ナビだと裏の道を案内しちゃって、皆さんうちの砂利なんで砂利になってみんな帰っちゃうんだよね。あ、そうなんですね。そのナビがほんのちょっとずれたところを案内することとかもあるので、ぐるりと一周回ってみようかなってやって、一周回ってたどり、まあ、そういう風に来れるかなって。じゃああれですかね、元選手でも松村さんのところに来ようと思ったら、あ、たまにね競争帰りに寄ってくれる人いるけども、よくこんなとこやってるねってよく言われますよ。そうなんですか。思い出のレースとか印象に残ってるレースってありますか？タイラー競輪で1着取っちゃったね。そしたらね、まあ、3連単だったけど、田原さんが2着だったかな、北海道の。おお。ね、配当金が300何万ついたの。タイラーのね、確か一番配当金がついたレースを出したっていうのが。へで、その現場には誰もいなかったという当たった人が。おお。宮城の方の場外で1人当たっただけだった。その1票しかなかったんで、その車検が売れたのが。その人会ってみたいなと思ってね。そうですね、宮城の場外でどんな方が。73期といえばなんか村上義弘さんと渡辺春友さんってイメージなんですけども、すごい抜群のセンスだなと思ってますしね。村上は村上でもやっぱ脚力がすごい高いなと思ったし、うん、あの後にもね、あの同じ部屋だった佐藤康則、ああ、はい、青森の、まだ全然まだ頑張ってますしね。あと江森か、江森も一緒の部屋で、すごいなと思いますよね。そうですね、すごいですね。73期のナンバーで小賀亮介さんですか。そう、福岡勢が強かったね。あ、そうなんですか。新海浩二郎とかね、渡辺充。競輪学校生活でなんか思い出に残ってる出来事とかってありますか。なんかね、隣の部屋がいびき部屋だったんですよね。毎晩毎晩うるさくてね。隣まで聞こえてくるんですか。隣の部屋まで突き破ってくるんですよ、音が。あ、じゃあ結構睡眠不足だったですか。なんかそう、なんか寝るのが苦痛だったっていうか。うお、そんなに、そんなすごいんですか。みんな集まってくるんだね、4人、4人部屋。あ、4人、4人いびきがすごいんだから。あ、それでみんな思い思いに寝れるんですか。そんな変な思い出だけどね。いい思い出があればいいんだけど、なんか、いい思い出強いというか。あ、そうなんですか。うん、クラブが嫌だったね。クラブあったですか。クラブ活動とかね。あ、いいですね。週1回のね。あ、でも嫌な感じだったんですね。そう、その時ね、はい、ゴルフ部が人気があって、はい、みんなこうゴルフ希望して、ゴルフ部に行けない子は剣道部みたいな。自分ゴルフ勝負したらダメで、やっぱり剣道だったんですか。剣道でも辛かったです、誰も嫌で。あ、そうなんですね。茶道部とかもあった。あった、茶道部とかね、良かったよね。こっちが良かったなって。あ、弓道とかね。あ、弓道もあったんですか。うん、あれもね、プラスバンドとかね。プラスバンド、プラスバンドあったよね。卒業記念レースとかね、こう演奏するのよ。あ、そうなんですか。うん、自分たちも走るんけど、演奏も。先輩期の時の卒業記念。ああ、うん、なるほどですね。そう、いろいろな文化が聞いて。そう、面白かったからね。今となった時はね、ありえないかもしれないけど。ないですもんね、聞かないですもんね。そんな学校生活からのデビュー戦はいかがでしたか。デビュー戦はね、はい、山だったんですよ。新人リーグがあって、その頃は初めてこう臨港バックで新幹線で、はい、あ、競輪選手の生活ってこういうことなのかと思って。どうでした、デビュー戦。まあ、224で、だ、新人リーグの224だから良かったよね。だから次の立川も118とか準優年誰か欠場して、はい、村越健二が補修できてくれて、あ、村越が僕逃げますからって感じで、で、そう、番手幕に打って、チェック取らせてもらって、でピンピンで上がったかな。当時、東京5人いたんでね。田中裕二さん、星田さん、村越さん、あ、西村康之さん、宮ちゃん、あ、宮川さん、うん。西村強かったね。いろいろさ、みんな結構自力型が多かったから、東京その西村とか。あ、そうですね。助けてもらいましたよね。宮ちゃんとかね。ああ、うん、そういえばそうですね、自力型の方ばっかりですね。うんうん、皆さん今お元気で、うん、松村さんお米も栽培されてる、まあ、親が栽培してて、まあ、それを手伝う形ですけどもね、はい、松村さんのお米すごい美味しかったんですけども。ありがとうございます。はい、米作りってすごい大変なイメージなんですけども、松村さんのお米のこだわりとかお伺いしても、まあ、直接私作ってないんでこだわりはないんですけども、うちの父が儲け度外視じゃないんですけど、やっぱこういいものを作りたい方なので、買っていただいたお客さんは結構
離れずにずっと買い続けてくれてますしね。まあこう作ってる姿を見てても、まあ、普通の米作りよりも一手間二手間多くこうかけてるので、お客様には喜んでもらえるかなっていう、まあ、自分もそういう姿を見てきてるので手間暇かけてやってます。自分に今直接連絡いただければ、去年も川本君に買ってもらったんだけども、まあある期間だけは販売できますのでなくなったらもう終わりなので、去年も全部なくなってしまったので今年の販売は終了ですっていう、そう、そういうなっちゃうんですけど、はい、ある時期は販売できますのでこの動画をご覧の方が購入することは可能ですか？もちろん可能ですよ、はい、でも送料がかかってしまうので、はい、まあね、近隣の方だったら、まあ、それほど負担ない送料でいいかもしれないですけど、遠くの方だとね、大体その自分もその送料とか含めて大体4500円ってイメージなんですけど、はいすね、振り込みで、はい、送料込みで、送料がなければね、で多分今年はそれ去年の値段なので今年はまあちょっと安くなってると思いますので。あ、そうなんですね、はい、まあ、数百円ですけど。松村さんの連絡先とかって載せても大丈夫なんですかね？大丈夫、概要欄に、はい、はいはい、あ、じゃあそちらで、はい、はい、大丈夫でしょうか、はい、ありがとうございます、はい、松村さんにとって競輪、言葉にするのが難しいと思うんですけども、なんか松村さんのその経験と、そうですね、はい、まあ、自分、まあ、今現役退いて6年になるんですけど、その当時を思い出すとやっぱり自分本当にやってたのかなっていう、お、うん、やっぱ本当夢のような時間だったんじゃないかな思いますね、今思うとね、うん、まあ、これからあと何年生きるかわかんないですけども、まあ、そういう経験は多分できないだろうなと、うん、と思います。うん、そうですよね、あの経験は非常に貴重 な、やってる時はやってる時は大変だったんですけど、はい、まあ、楽しかったり、ね、きつかったりとか、でもやっぱこう過ぎてみると、あ、そんなこと自分本当にしてたのかなって、うん、確かに非現実的な、うんうん、仕事をさせてもらったんだなと思いますね、うん、そういう感じがします、うん、うまくなってはね、うん、分かります、うん、ありがとうございます、はい、それでは動画をご覧の皆様にメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか、はい、ぜひ香りの良いコーヒーを飲んでください、はい、以上です。あ、松村さん、大変貴重なお話ありがとうございました。